クズになりたいのか。今まで何のために一生懸命練習したんだ。じゃあ行ってこい。腰まで帰ってくるんじゃねえぞ。私大丈夫ですか？救急車！誰か救急車呼んで！誰か救急車！早く！大地！大地！足原さん聞こえますか？足原さん病院です。君はバイクの事故で意識を失っていたんですよ。ここに来て3日目です。もう3日になります。自分の名前は分かりますか？はい、足原太一。地下。あのお嬢さんなら右足と肋骨を骨折しただけで済みました。奇跡的に。よかった。気分はどうですか？最高っす。じゃあゆっくり休んでまた来ますから。ありがとうございました。体温測りましょうね。何？俺の足ついてる。ついてるわよ。ほら。感覚がないんだ。お姉さんずっと泊まり込んでんのよ。綺麗な人ね。じゃあちょっと失礼しますね。ごめんな。人生持ちつ持たれつ。買ったんだぜ俺。チカちゃんから聞いた。でもさ、これじゃ新人は間に合いそうにもねえよな。生きてるだけめっけもんだよ。分かってねえな。ただ生きてるだけじゃダメなんだよ。そうだ、さあ俺のバイクどうなってた？ぐちゃぐちゃ。
そっか。まあいいや。保険の金でさ、もっといいの買うから。石川さん、これね、どう平気目に見ても立ち入りであんたの過失だね。はい。申し訳ございません。保険切れてて車転がすなんて度胸ありすぎだってよ。対人無制限ってのが常識でしょ普通。分かってたんですが金がなくて。金がないから保険に入るんでしょ普通。自賠責だけだと、慰謝料治療費込みで120万が上限だぞ。どうすんだ社長。もう社長だよ。そっか、結局会社倒産しちゃったんだよな。まあ相手はなんとか生き残ったけどさ、かえってそっちのが大変かもな。まあ食べてよ。あのトイレ行っていいですか。さっき言ったばっかりじゃない。緊張するとちょっと。石川さん大丈夫。石川さん何やってんだ。石川さん、石川さん、ちょっと開けなさいよ。石川さん返事して。石川さん、ちょっと開けなさいって。石川さん、何やってんだ。石川さん、ほら開けなさいって。石川さん、胸椎の12番目、これが破裂骨折していて、そこに今こういうハリントンロッドという金属の棒を入れて補強している状態です。骨がくっついたら除去する手術をします。右大腿部の骨折、こちらの方が問題ですね。これは早く補強しないと。先生、あの俺カムバックできますよね。ボクシングか。もう諦めましょう。落ち着いて聞いてください。君の神経は完全に損傷していて回復することはありません。脊髄損傷による下半身麻痺、つまり今後君は車椅子の生活になります。だからボクシングは無理なんですよ。ちょっと待ってよ先生。いやそんな無理って絶対でも治らないってことはないわけだろ。残念ながら脊髄損傷ではもう。大地、石原さん大丈夫ですか。大丈夫大丈夫ですか。大丈夫ですか。ごめんな。あれは叫んの無理だって。大地の方が私をかばって変な転び方したから。あの時の車の人自殺したんだって。うん、なんか借金ひだるまでさ、保険入ってなかったんだってよ。無責任よね。ちか、うん、あのさ、俺ボクシングもダメだって。元気出すよ。こんな怪我すぐ治るって。大地なら絶対にまたカムバックできるよ。俺あのさ、うん、うん、いやそのずっと、なんだ。
やったりは悪いじゃねえか。俺常滑よろしく。胸椎7番損傷、脊髄損傷の大先輩、ようこそ下半身麻痺の世界へ。今夜の晩飯なんだっけな。和風ハンバーグ。また来るね。チンポまだ使えんのか。てめえ喧嘩売ってんのか。怒った。俺も勃起もしねえから。人によって違うんだな。勃起しないけど射精するやつ、射精しないけど勃起するやつ。俺ダメ、全滅。今はただションベンばかりの道具なりってな。でまたこのションベンがめんどくせん。まあ仲良くやれや。あんたさ、いつからいんの。ここは3年になるかな。事故の後遺症で腎臓、輸血で肝臓をやられちまって、床ずれの手術も3回してる。積損っていうのはな、後が大変だ。あんたまだ手術だって。え、あ、これ、うん、俺はあの太ももの方だけど。複雑骨折、キュンチャー入れんだ。え、なんだよ。日橋も休まず土打つ響き、なんだよ。飛び散る火花よ。音楽。響きますか。響くに決まってんだろ。いや、やぶいじゃん。あ、ちょっと分かった。殺す気か。ああ、やめろ。やぶ。ごめん。ごめんなさい。元気そうじゃん。お前髪伸びたな。今さ、地下のとこに寄ってきたんだ。なんと、これ。そこ置いといて。しかし病人って感じだよな。新人を間に合わねえんだってな。こらこら、あんまり暗い顔しないの。もともと暗いんだよ。いや、ダメだよ、バレたら。チクったりしねえよ。お前も悪運強えよな。普通死ぬぜ。未来の世界チャンピオンだもんに。お前飲めんの。え、どうして。だってもう二十歳過ぎてるじゃん。二十歳過ぎてる。どういう問題じゃないだろう。肋骨折れてんじゃん。ああ、
姐，能姐。我先不跟你讲。どうしたの？余計なことすんなよ。帰ってくれ。え？帰る。何怒ってんだよ。もうてめえらの子なんか見たくねえんだよ。は？いいから帰ろうぜ。な。また来るね。ちか。二度と来んな。もうあれだ。さよなら。行こう。そうやって世間狭くなるんだよな。障害者になるとよ。うるせえ、ほっとけ。いいですか。もうすぐ退院だってね。はい。太一君、様子はどうですか。元気よ。太一君、私に二度と来るなって。ごめんね。一生車椅子だって言われて。ショックでひねくれちゃって。無理もないです。困ったもんだわ。うちも改装しなくちゃなんないし、私も仕事があるでしょ。こういう時親がいないと不便よね。太一はね、もう絶対元には戻らないの。ボクシングだってできないし、生活も全く違っちゃうんだから。あんたそれでも一緒に生きていく自信ある？正直分かんないです。太一のこと好きだけど、私は逃げらんないけど、チカちゃんの人生まで巻き込む必要全然ないと思う。ほら、あいつ見えっ張りだから。あんなになっちゃった自分のこと誰にも見られたくないのよ。特にチカちゃんにはね。あの、芦原さんですよね。ええ、芦原ですけど。あの、死んだ石川三郎の妻です。事故の？ごめんなさい、主人に代わってお詫びします。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。許してくれとは言いません。必ず一生かかってもお金を作ります。どうか信じてください。お願いします。
私がこうやって謝りに来てもどうしようもないことは分かってるんです。わずかずつでも毎月少しずつでも何とか返します。一生かかっても償います。どうか信じてください。お願いします。お願いします。ねえ、もう来ないでくれよ。おい、お前の親父な、クズだよ、クズ。クーズ。クーズ。人生は長いんだ。残された能力を最大限に使って少しでも快適に生活できるように頑張りましょう。背中いって押して。そう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 、頭前に倒して、はいよし下げる。そう、返して。はい、もう一つ。はいはい、自分で起きる。はい、自分で起きる。はい、頑張って、頑張って。よし、行ってみよう。しっかり掴んで、力入れて。はい、力ない。はい、力入れて、自分の力で。せーの。はい、もっとキャスターしっかり上げて。おこなめさん、こっち。傾いてるときは片っぽだけ回すの覚えときな。世の中平らな道はありません。柏原さん、置いておきますよ。おすみなさい。
ない。飲ませてくれないかな。自分がうまくいかなくて。もう甘えるんじゃないの。寝てください。おやすみなさい。13より上は1か2かなんですよ。落ちるね。どうしようかな。パスパス。俺はい。え、何出せばいい。いや、今度小さいのから出してもいいですし、なんかペアになってるの出してもいいでしょ。いいんじゃないですかね。もうそろそろ退院しても。いや、あの、この間の検査、腎臓の数値あんま良くなかったし、まだあちこち不安が。内科の先生ももう大丈夫だって太鼓判をしてます。病院としてももうこれ以上あなたを入院させておくわけにいかないんですよ。じゃあ来週には退院っていうことでよろしいですね。奥様にはこちらからもご連絡しておきますから。せっかく退院できると思ったのにね。自分のせいだからね。ちょっとタバコ吸ってる間にコーヒーカップ倒れちまったんだな。感覚ないんだから、熱いものとか気をつけなくちゃダメなのよ。でも君のような美しいナースの姿を見てるだけで、僕は希望の光を感じることができる。もう調子いいんだから。あんた同情なんかしちゃダメよ、常滑さん。もう二度とこういうことしないでしょうだい。事故ですよ、事故。もう一度や二度じゃないでしょう。明日から病棟変わってもらいます。あと一週間で退院してもらいますからね。そんなやけど通院で十分です。ふざけんな、ボス。誰のおかげで飯食ってんだ。病人掘り出してよ。何が病院だ。だろう。いつだって死ねんのに、わざわざ病院で死ぬことねえじゃないか。俺の人生もう終わりだよ。こんなになっちまってよ、一人じゃ何もできねえし、生きてたってしょうがねえだろ。甘ったれんじゃねえよ。たかが胸椎十二番のくせによ。俺はな、あんたみたいな病院マニアとは違うんだよ。
んなとこにいんだったらよ、死んだ方がマシだろ。いい年して作っちまったガキが三人もいてよ、女房が朝から晩まで必死で働いてんだ。狭いアパートでよ、エレベーターなんてないし、帰ったって俺のいる場所なんかありゃしねえんだ。俺が退院しないことが家族の幸せなんだ。長いこと病院あちこち渡り歩いて、お前みたいなやつ大勢見てきた。食った。世界中で一番かわいそうなのは自分だと思ってやがる。なっちまったもんしょうがねえだろうが。お前また自分で飯も食えるし、車椅子で移動だってできんだろうが。ケツやらせてみろ、お前。自殺だって簡単にできしねえんだぞ。だってよ、さあ俺どうすりゃいいんだよ。よこせお前、もったいねえ、高く売れんだぞ。まあこれ溜め込みやがって、たった2ヶ月で死のうなんてよ、10年早いんだよ。お前よ、1年生きてみろよ。それでも面白いことなかったら俺止めねえよ。2回とも雨降られちゃったんだけど、でも次は絶対いいから。悔しいよ。もう風邪。すみません。同じのでいいや。もう。ねえ。はい。今日さ、記念すべき日なんだ。何の日だか分かる？誕生日。違うね。違う。うん。じゃあ結婚記念日？いや、残念だな。まだ俺独身だからね。なんだろうね。なんでしょうね。わかんない。高三。高三？うん。じゃあ正解。俺がね、自殺しようと思ってから。今日でちょうど1年目なの。お待たせしました。あ、お茶で一緒に飲む。え、何？あ、俺が話すと迷惑？いや、そんなことない。いや、迷惑がってるでしょ。さっさとどっか行ってほしいと思ってない？そんな、な。俺が障害者だから。障害者は酒飲むなって言いたいわけ？言ってないだろ、そんなことさ。障害者はさ、仕事もしねえで税金で食わしてもらってんだから、こんな風に人目のつくところで遊ぶべきじゃないと思ってんでしょ。いい加減にしてよ。なあ、お前さ、だいたいよくそんなブサイク連れて歩いてんな。恥ずかしくないのか？
何よこいつ、バカじゃないの。相手にするな。あっち移ります。おい何すんだよ。なんだよお前やんのか。ほら殴れよ。じゃあ殴ってみろよ。ここよ、ここ殴らしてやるよ。もういいからやっちゃいなよ。悪いんだけどさ、俺弱い者いじめしたくないからごめんね。おいお前が、おいちょっと待てって。こらおい、ちょっと荷物邪魔だよおめえよ。ブス、ごめんなさい。おめえらおい、こっち向けバカにすんなこのブス。おいお前だろブスはよ。いい加減にしてくれないか。お客さん、なんだよ。すいません。おいちょっと待てよ、金ならあるって。金はいらない、二度と来ないでくれ。え、金はあるって。なんでこんな言えんだ。ごめんなさい。大丈夫ですか。うっせえな、殺すなよ。あ、じゃねえよバカ野郎。すいません、ごめんなさい。調子こいてんじゃねえぞてめえ。おい、さんじゃねえよ。1年経ったぞおっさん、ちっとも面白くねえよ。ちょっと太一、起きなさいよ太一。姉ちゃんか。仕事はどうしたの。仕事は今日は休みにした。あんた病院に行く日でしょ。まあええよ病院なんて。それに何よこの部屋、ヘルパーさんどうしたの。気が引かないからクビにした。また何人目だと思ってんの。いいだろ別に俺の金なんだからさ。障害者年金でしょ。あんた一人で生きてるつもりなの。評判悪すぎてヘルパーさん見つけるの大変なんだから。たくうっせえな。もうおふくろそっくりだな。なんだって。あのさ、ねえ姉ちゃん、捨てといて。あつこ早く頼むって。保険のお金ももう少ししかないし、毎晩飲み歩ける身分じゃないでしょ。仕方ねえだろ、仕事したくてもさ、どこ行っても断れてんだからさ。そんなこと言ってまだ気に入らないくせに。いつまでこんな生活続けるんだか。運動も切れないっちゅうの。ほら病院行くから早く支度して。行かない。ふざけないで。行きたくない。いい加減にしなさい。もうさ、うるさいな。ほっといてくれっつってんだろうがよ。ねえ、同情してほしいわけ。友達も自分から遠ざけて、勝手にひねくれて朝から叫びたりで、ほっとけるわけないでしょ。姉ちゃんさ、俺のために結婚延期したんだろ。あんたには関係ない。そんなにいい姉ちゃんになりたいわけ。ありがたくって涙出てくるね。こっちから縁切ってやっからよ、とっとと結婚すれば。あんたの顔見てると精神衛生に悪い。帰る。さてと、30分かけてクソでもすっかな。鏡見てごらん。あんた今最低な男になってるよ。
書き留めです。だま歩けないんですよね。車椅子敬遠されるんですよね。バリアフリーになんぞは金を一銭もかけたくないというのが経営者の本音です。高校中退ですよね。せめてあの何か資格そうでしょ。しょうがねえな。やめてください。待ってよ。いいじゃん。これがお仕事なのって聞いてんでしょ。ねえねえ、いや、こうやって通してください。やだよ。このままやっちゃおうぜ。やめてよ。ここでねえ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 、何してんの、ね、なんだ関係ないだろ。あっち行っててくれ。帰れ。面白そうだね。レイプすんの俺も混ぜてよね。混ぜてこいつ頭もおかしいんじゃないのか。行こう行こう行こう。出ろ。おい、それで殴ってるつもりか。何これ。おい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 、こんなやばい。痛くねえって言ってんだろ。おい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 、障害者おとなしく入れ寝てろ。おいおい、キックすんなお前よ。こんなとこ来なきゃよ、絡まれないで済んだのによ。おお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 おなんだよこいつ。やお前らえらい楽しいことやっとるやんけ。やるわ。壊れた車椅子の修理だよ、ね。それからこの方の治療代。はい。おい、俺はあんたみたいな無鉄砲な男大好きなんや。この体で3人相手にするとこええやろな。うん、あんたかってやっぱあれやろ、強姦だけは許されへんのやろ。まあ、はい。ああ、強姦は男の恥や。まあ俺だってな、薬ちょっと入れてやってしまったことあんねんけどな。交換ちゅうなあかんな。当たり前のこと大声で言わないで。おお、じゃあちょっとまあまあまあグッと飲んでくれや、しばらさん。おう、いただきます。うん、無理しないでね、怪我してんだから。お酒毒だからね。彼ってハンサムいい男よね。おな、男やがな。おい、これからな、なんか困ったことあったら俺に何でも言うてきてくれよ。また大物ぶっちゃって。お前黙っとろ。お前、ところであんた仕事は何してんねん。あ、俺無職です。この体じゃなかなかないね。うん、世間も冷たいよな。あ、そや、
ええバイトがあんねんけどな、あんたちょっとやってみひんか。いやな、この頃人手がのうて困ってるんや。まあまあ簡単な仕事やな。仕込みはこっちでやるからよ。あ、それでな、この箱が釣り銭箱な。売り上げはこっち。はい、つまり、これをお客さんにこうやって引かせて、で商品と変えればいいんですね。そうそう、完璧やないか。まあただしやな、大当たり、これはちゃんと調節してな、損のしないようにな。豪華な景品が当たります。いかがですか、いかがどうですか、すごい、あ、すみません、いかがですか、これ引くだけ、いかがですか、あんたね、そんなんじゃお客来ないわよ。は？私サマコ。サマコ？イカ様のサマ。うん。そこの君たち。何何？あのね、あのね、たったの300円で、ほらこんなでっかい人形とか、ほらこんなゲームボーイアドバンスとかあったんだけど、やってみない？本当？うん。こんなのインチキなんだろ、パパが言ってたもん。あら、あんたたち男の子のくせに度胸ないのね。お姉さん冒険する男が好き。ほら、ちょっと騙されたと思ってやってごらんよ。騙さないから。俺やってみようかな。やってみる。はい、お一人様チャレンジ。よし、待って、これも待って、は、はい、じゃあ300円ください。はい、300円ね。はい、じゃあこの画本の中から好きなの引いてください。どれにする？これ、これいいの？はい、はい、当てるかな。うそ、14番さん大当たり、やったー。はい、はい、じゃあ差し上げる。お兄ちゃん若いのにすごいでね。俺もやる。やる、やる。じゃあ300円。はい、ありがとう。じゃあそのカゴの中から引いてください。当たるといいね。はい、出るかな、出るかな。よいしょ、7、なんとまたまた大当たり、やった、やった。じゃあね、アドバイスあげる。これ欲しかったんだ。よかったじゃん、よかったじゃん。ありがとね。バイバーイ。ちょっと、おい。やべえだろ、あんな大当たりばっか出したよ。いいし、だって、ああやって景品持って歩いてもらえば宣伝になるんだから。ほら、こっち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 だよ。はい、数字を合わせてビッグチャンス。早いもん勝ちだからね、こんなに豪華な商品が当たるよ。当たる、当たる。ねえ、ほら、欲しいしょ、こんなのとか。楽しかったね。うん、助かったよ、ありがとな。うん、家は近くなの？ねぐらは日本全国のカプセルホテル、本職は非合法カジノ専門のギャングだ。あ、でもね、私昼間はここで巫女さんのバイトしてっから、会いたかったら来てね。あ、あの、なんかお礼しないと。ほう、バイクの事故ね。山田さ、人間ついてない時ってあるよね。ああ、私もね、韓国のカジノで一度ひどい目にあったわ。巫女のくせに博打なんか打ってていいのかよ。いいんじゃない？だってさ、八百万も神様がいるんだから、まあ5人ぐらいは博打好きな神様もいるんじゃない？うん、いい加減だな。まあ、でもさ、大体お前巫女って処女じゃなきゃダメなんじゃないのか。失礼ね、私処女よ。ここの宮司もね、ギャンブル狂いで馬が合うのよ。だってさ、人生もギャンブルでしょ。どんなに追い込まれても一発逆転がある。そうは思わないね。人生はクソだよ。臭くてでっかくてブン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 跳ねたかってるクソだよ。夢とか希望とかもさ、そんなこと言ってるのも全部汚いクソの中なんだ。あんたってロマンチストね。
え、そんなんじゃねえよ。まあ私はひねくれてる暇あったら楽しいことしたいな。クソの中でかよ。だってさ、抜け出せないのはそこをなんとかするしかないでしょ。まあ楽しければうんこまみれてもいいじゃん。強いんだな。ほんとね。ほんとに強ければいいのにね。そろそろ勝負に行くとしますか。勝てよ。大丈夫、私には博打の神様がついてるから。足原さん、書き留めです。ここで練習するだけでいいんです。あ、車椅子でもできるやつ、あ、バスケットとかさ、そういう方がいいんじゃないの、うん、だから俺みんなでやるのダメなんですよ。もともと喧嘩しか取れなかったし、やっぱ格闘技じゃないと。橋原、殴ってみな。腹筋効かないとバランス取れないだろ。ヒト、ヒト、はい、悪く思うなよ。まっすぐって、まっすぐ持って、はい、はい、うちは実戦空手だからさ。大事、車椅子で君、はい、どうやって相手を蹴んのよ。うちはね、遊びや冷やかしで来るやつはボコボコにしちゃう方針なの。それに畳痛んじゃった。何が畳が痛めた。何やらって。あらあら。この野郎。あら。ふざけんなバカ。
じゃあ行きましょうか。俺弟子になれませんか。こんな体になっちゃってどこも入門させてくれなくて、先生の流派ならひょっとしたらって。お名前は。足原です。足原太一です。足原さん、今日は急ぎますのでこちらからご連絡するということでよろしいですか。はい、でも道場を伺います。うちは道場はないんですよ。じゃあこちらに連絡先を。入門申し込んだの。へえ、大東流。うん。ほお、やるね。見直したわ。暇つぶしだよ。だってあれ楽そうだしさ。でもどうせまた断られるな。あの先生本物だよ。だってサラリーマンなんだもん。先生、ちょうどよかった。あ、どうもこんばんは。実は太極拳が人気で満員なんですわ。で、水曜の6時からも使わせてほしいって相談されちゃって。はあ、それは困ったな。ええ、空手の方ももういっぱいになっちゃってるし、一応うちは公共のあれですから、人数の多いとこにどうしてもね。一日減らしてもらえないですかね。先生。あ、はい、はい、ありがとう。これはどうやって止めるのかな。はい、あ、これです。はい、ちょっとかかってきて。はい。大丈夫かな。はあ、大丈夫じゃないですか。橋原です。おられません。メッセージよろしく。もしもし、大東流展示会の平井氏と申しますが、入門の件でご連絡いただきます。ボルスコですので、また改めてご連絡いたします。それでは、お願いします。はい、もしもし、足原ですけど。はい。え？本当ですか？大東流合気柔術は、江戸時代に会津藩の殿中で発達し、明治に入ってから天才武術家武田宗閣によって完成しました。合気道の創始者上柴盛平も宗閣の弟子の一人です。東流は力だけではなく合気によって相手の力を奪いコントロールするのが特色です。はあ、微妙な動きと感覚を体得するためには稽古の積み重ねしかありません。まずは一人稽古。掴むときにこうやって手を張る。そう、そういうふうにパチンと音がするぐらいね。これを毎日やること。ちょっと掴んでみて。これですか。はい。ね、この感覚を覚えなさい。はい。合気の原理とは呼吸、反射、円運動の3つです。これが合気合い。
これが合気作業。はい、やってごらん。はい、合気作業。はい、合気作業は親指の指先を中心として、さっき言いましたね、A 運動。はい。はい、もう一回。今度は合気作業。はい。はい。今度は小指の指先を中心として、はい。そうです。はい、もう一回。はい、まっすぐ指を伸ばして。小さく速く相手の中心を崩すのです。視点は動かさない、肘は体から離さないこと。動きは柔らかく、体に無駄な力を入れない。相手の呼吸を読む。呼吸を一つ一つに止めないで、自然に動きに合わせて呼吸するのです。そうか。いや、大丈夫っす。いや、本当に大丈夫っすか。すいません。大丈夫っす。どうですか。彼氏やってきなよ。全然立たないの。え、まあでも半立ちにはなりますけど。何、あの出るの。そうっすね、まあなんとなくじわーっと。なんとなく。お待たせしました。はい、すいません。ありがとう。いや、でもあんまり深刻にならないでくださいね。マジ大丈夫ですから。しかしあれやな、若いのにそれはつらいな。うん、なんかまあ俺にできることがあったらな。ないか。でも俺はまだいい方ですよ。全滅の人もいますから。全滅。よっしゃ、梶原君、今夜はもうとことん飲まやないかな。おい、あ、すいません。どうしちゃったのよ今日は。女は黙ってろっちゅうね。あらら、怖いねえ、パチンコ屋の裏にレンタルビデオ屋さんがあるでしょ。はいはいはい。あそこがバイト探してるんだよ。橋原君やってみな。やってみないって、俺って大丈夫っすかね。うん、店長ちょっと変わってるけど。あそこ AV が超充実してるんす。あおか、こんばんは。あ、いらっしゃい。どこだ。おい、元気か、みこさん。はい、プレゼント。え、かわいいわね。でしょ、この子ね、血統書付きなのを博打の方にね取ってきたんですよ。さあ、わちゃんどんな相手と博打してんだよね。あれもなんかしがしがしでしょ。あ、この子男の子だ。立派なおちんちんがついてます。あのね、名前はフェイクって言います。英語でイカ様のこと。お前様子の親戚か、かわいいな。何が嫌い、人よの恋のいたずらね。あんたよ。はい、ちょっぴり寂しい乃木坂、いつもの一つぎ通り、ここでさよならするは雨の夜だから、やっぱり忘れられない、変わらぬ優しい言葉で私を包んでしまう。
えても愛希、愛希の授業うまくいってる？だからそれがさ、厳しいんだよな。厳しいって。バカ、だから授業なんでしょ？ねえ、フェイク、バカなご主人様でしょね。はい、じゃあこの子にちゃんと餌やってくださいね。はい、じゃあおやつに。じゃあね。ん？あのさ、うん、前からあの言おうと思ってたんだけどさ、うん、お前といるとなんかハッとするんだよな。どうしてかなって思って。口説いてんの？ダメダメ、修行中の身でしょ。おやすみ。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。だいぶ仕事慣れたようだね。おかげさまでだいぶ慣れました。あ、ちょっと店長、あのこれ3本お願いしていいですか？はいはい、すいません。ポケットに手を入れたまま階段を降りているとき、足を滑らせたとします。そういうときに人間はとっさにポケットから手を出すことができません。ちょっとアレクさん、いいですか？相手の手に触れた瞬間に体勢が崩れると、まあ、このように手を離すことができなくなるんです。あ、頑張ってますけどね。なんか幸せそうな顔してますね。はい、いいですか？はいはい、これも外れません。いいですか？はい、じゃあどなたが後ろからいいですか？まあこのように愛機がかかると自分から逃れることはできなくなるのです。いいですか？お疲れ様です。さあどうぞ。どうぞどうぞ。あ、ごめんなさい、すいません。あの先生、はい、どうすれば先生みたいに強くなれるんですか？あ、それはね、たくさんビールを飲むこと。ほら、愛希あげ。そうじゃなくて、私は30歳で入門しました。あ、北海道でね。稽古の後のビールが楽しみでね。まあそれで通ったようなもんです。先生、今でもそうなんじゃないですか？そうかもしれんな。お待たせいたしました。ああ、強いとか弱いとかあんまり考えたことないな。まあ、稽古をしていくうちにだんだんと技がかかるようになるのが面白くてね。でも喧嘩とかしなかったんですか？こう見えても真面目なだけが取り柄の男ですから。足原さん、この時代に人殺しの武術は必要ないんです。愛希は素手で相手を柔らかく制する。だから喧嘩にならんのですよ。まあ食べなさい。あ、和夫さん、はい、今度は愛希酒だ。あ、はい。はい、いただきます。姉さんどうぞ。いただきます。
クフェイ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 ク。やったうわマジでやべえな俺。大地ん結婚するやっぱり。そうあんたもう大丈夫そうだし、なんか暴力団と付き合ったり空手始めたりで心配だったけど。あのね、暴力団じゃなくて露天商、あと空手じゃなくて合気柔術、同じようなもんよ。まあこんな弟がいてももらってくれる男なら俺も安心だな。私の魅力が勝ってるってことよ。まあいや。おお。あいつ。わ。なんだよ。気づいたの？あいつ。誰だおめえ。車椅子やればあそこにいいんだよ。おいてめえみてえのは目障りなんだよ。お前ら税金に食わしてもらってんだろ。いい身分だよな。いるまで飼っちゃってよ。フェイク。あい大丈夫か。所詮車椅子じゃ絶対技なんてかかんないんだよな。しかしバカだよな。それでなんか自分が強くなった気がしたんだもんな。実戦で役に立たないんだったらじゃあ何のための武術だっちゅうの。よっよっよっ。大変やったな。あ、大丈夫なかお前。心配かけてすみません。なんてね、任しとけ任しとけ。今相手探させてるからや。ほんま敵やな、めくされやがってやな、所詮と言ってんねん。なあ。じゃあ大ちゃん、私帰るね。あ、でもさ、私あんたが修行してるとこ嫌いじゃないよ。おいお前、喧嘩でもしたのかお前。大地、お前らどこのドイツだ。
俺たちがきっちり車椅子にしてやるからよ。おい、えらい元気のいい青年たちじゃないか。チカは元気か。今これ。それよりどこのドイツなんだよ。まあビールでも飲もうよ。飲みましょう。ああ。愛機とは機を合わせること。相手の力を力でねじ伏せるのではなく、気を合わせ、相手の体を自分の一部にしてしまうんです。自分にはよくわかりません。愛機は超能力ではない。触れなければ技はかかりません。相手を拒絶するのではなく、まず受け入れなければ。足原さん、あなたが上達する道はそこにしかないでしょう。でも俺のやり方は通用しなかったんです。俺もうその喧嘩に勝つとか負けるとかそんなことはどうでもいいんです。先生、どうすればいいんですか。私の師匠はね、いつもこう言ってました。正しい質問には最初から答えが含まれてると。迷うのは問いの立て方が間違ってるからだとね。大丈夫ですよ。わかんねえよ。ここぞにしみる名家を育てても誰も借りやしないんだ。 AV とアメリカのアクション映画ばっかし。くのいちシスターズ悶絶地獄巡りのパート3ってのありますかね。悶絶でございますよ、はい、お客様、はい、足原くん、はいはい、これ棚に戻しておいて、はい、こちらです。もうすぐ新シリーズも出るんですよ。しばらくお待ちください。パート2だよ。あるはずなんですけど、ね。大丈夫ですか。すみません、ごめんなさい。あ、大丈夫。大丈夫か。気をつけてくださいね。くのいちシスターズ悶絶地獄巡りのパート3だった。あった。しばらくお待ちください。あるはずなんですけど。
そうだよ、これそうだよ。捕まれるタイミングをちょっと早めてみましょうか。はい、それに前に攻め込む気持ちで入りましょう。はい、はい、前に攻める、はい、そうです、はい、そうです、ありがとう。タミちゃんのどこが良かったんですか。やめてよ。はい、もう。あ、どうもどうもです。はい。フェイク、フェイクもお嫁さんもらうからな。ありがとう。ね、こんなとこで飲んでないで向こうで一緒に飲もうよ。ね、行こう。ベイクおいで。ベイク。ちょっと。よし。飲みますか。飲むぞ。今日も良いお酒でした。姉ちゃんも幸せそうだったよな。ねえ。よかった。よかったね。ベイクもよかったね。よかったね。嬉しいね。嬉しい。嬉しいダンス出たら負けるだけだけどさ。ちょっと飲み直せない？どこだよ。嫌だよ。なんで私なの？帰らしてくれよ。なんでよ。なあ、ヘイ君、もう眠いもんな。知り合い？うん、スイちゃん。さあ帰ろう。元気そうだな。うん。俺の方ダメだ、病院追い出されちまった。特攻入院させてくんね。ブラックリストに乗ってんだつ。生活は大丈夫なの？まあ、なんとかな。今よ、こういうの売ってる。何これ？それ輸入品でな。バイアグラのバイキクってんで、バイバイアグラってんだ。これ使うと、なんとか立つんだ。まさか。本当、俺でも立つんだ。だから人助けだと思って、関さんの連中に売って歩いてんだ。本当？お前もよ、これ一錠試してみな。心臓にはあんまり良くないけど、いい薬だぞ。俺たちもよ、人生それなりに楽しまなきゃな。
ありがとうございます。大地、生きちゃった。お前酔ってんだろお前。フェイクだ、フェイク。勝ったのか？何？私思うんだけどさ、やっぱこうバランスよね、博打も武術もさ、ね。なんだってさ、バランス取るのが一番難しいんだよな。お前もわかるだろ？なあ。でも押したり引いたり勝ったり負けたりしてるうちなんかもよくわかんなくなっちゃうんだよな。うん。なんでお前負けたのかよ。うん。うん。はい。ありがとう。よいしょ。ああ、おいしい。それにしてもあんたもなんか妙なもんにはまっちゃったわね。ああ、先生が言ってたんだ。相手をさ、一旦受け入れないと技はかかんないって。うん。本当に力と言えるもので、持つに値するものはたった一つしかない。それは何かを獲得する力ではなく、受け入れる力だ。何それ？なんかの本で読んだの。うん、でもまあ、車椅子の俺がさ、相手を受け入れるのはもちろんそれは怖いし危険なんだけどさ、うん、でもな、自分から動かないと勝つチャンスもないわけじゃん。うん、っていうのもね、やっとちょっと分かってきたんだよな。まあ少しだけどね、少し。あんた偉いわ。バカにすんなよ。絶対な。早く自分から動いて。え？相手を受け入れるのがそんなに怖い？Thank you.
石原君だね。はい。サマコ君からの伝言だ。しばらくいなくなるけど、修行だけは続けるようにって。いつ戻ってくるか。なんかトラブルに巻き込まれたらしく、この分だと当分戻らんだろうな。いや、あの子はね、能天気なようでね、案外不器用でね、寂しがり屋なんだ。まあ君も知ってると思うけど。いや、俺はあいつのこと何も知りません。謎ですな、女というのは。あの、どこへ行ったか分かりますか？君にだけは教えていただけるよ。だいたい逃げる女っていうのはね、北に向かうんだよ。あれでバイバイはねえだろ。来たか。来週北アフリカのマグレブ共和国の大使館で非公式なんだが武道の演舞会が開かれることになりましてね。皇太子が大変な武道ファンで、今回お忍びで来日する折にぜひ日本の古武道を見たいと。へえ。私は華やかなところはどうも苦手ですから、まあ一旦お断りしたんですが、恩義ある方々から説得され、結局演舞をやることになりました。県知会からは私と川添さん、落合さん、それに足原さんに出てもらおうと思いましてね。いやでもまだまだその自分未熟ですから。気楽な気持ちでやってくれればいいんです。よろしくお願いしますよ。じゃあ私は先に行ってますね。すいません、ご苦労様です。はい。大統領府に近いですから、お世話になります。失礼しました。足原さん。はい。リラックス、ね。はい。そうじゃないだろう。何か言ったらわかるんだ。そこは劉備の方だ。おっ、すいませんでした。言い訳は嫌いだ。おっ、もう一回。おっ、えい。なんだあいつ。まあいろんな流派がありますからね。ここの皇太子は大金持ちですから、認められればお抱え武術マスターとして相当なお金もらえるらしいですよ。へえ。古武術の世界は金銭的にあまり恵まれてませんからね。いや、でも先生ならすぐ雇われるでしょう。うちの先生は無理です。サラリーマンですから。Thank you.
流派があの動きが特徴です。Cette école a une technique très particulière. Ah, vraiment. Mais c'est très impressionnant. C'est pas si marché, mais ça. Ça va être. では、ノリズキ流拳法の演武です。死ぬ覚悟はできてますが、単なる型だけの古武術など死んでるのと同じだ。刀流は実戦で通用する技しか認めません。素手ではどこにも負けないつもりです。よし、それでは続いて大刀流合気柔術天地会の演武です。Comment fait-il ça ? Bravo ! Formidable ! Chavanne !古武術だと言って実戦ではまるで通用しない神がかった技を見せる。迷惑なんだよ。別に神がかってはいないつもりですが。そんなインチキな技で新日家の殿下を騙すなど国辱者だ。うちとやっても通用するというのか。それならこの場で試してみようじゃないか。見ろ、逃げる気だ。お前らいつもそうなんだよ。戦わなければ絶対に負けることはないから。おい、
お前もう一度言ってみろよ。じゃあ俺が相手してやるよ。やら聞きましたか。車椅子でこの私と戦う、そいつは困った。私の負けだ。指一本で勝てる相手と本気で戦えますか。戦えこの野郎。おい、いいから案内する相手するな。足原さん、相手をしてあげなさい。この足原さんが相手をします。もし足原さんが敗れたら私が相手をしましょう。何、平石、その言葉忘れるんだよ。I have heard the Japanese are a people who value pride very highly. If this game is played fairly and cleanly, I shall take responsibility and watch right through to the final result. 身に余る光栄です。いいですか。怖がらずに正面から相手と向き合い、気を合わせる。相手を拒絶せず受け入れるんです。はい。悪いが、東龍に手加減ということがない。恨むなら死を恨め。うるせえ。そんな体でできるほど甘い世界じゃない。始め。逃げちゃダメだ。焦らない。足原さん、愛希です。せや。
先生。今の動きを忘れないことです。それから足原さん、あなたは今日から黒帯を締めてもよろしい。先生、自分は今気分は直立不動です。はい、ちょっといいですか。お、こうボールを持って回すようにして。先生に礼。お疲れ様です。はい、まあ次で来てください。お疲れ様でした。Thank you very much。リラックスを忘れないでね。お疲れ様。先生。はい、何でしょう。いろいろとありがとうございました。明日から僕旅に出るので、しばらくここには顔出せません。ああそうですか。で、旅の目的は何です。ね、ある女を探しに行こう。わあ、いいですね。実は私もそれが夢なんですよ。でもサラリーマンですからね。足原さん、どこにいようともあなたは私の弟子です。修行を忘れてはいけませんよ。はい、私だって死ぬまで修行なんですから。ありがとうございました。ちゃんとついてんねんで。なあ、敵屋はな、日本全国が家みたいなもんや。なあ、またどっかで会えるさ。し、なあ、一個選別。
情ある。でも自分でいるため、ハッピーになるため、俺に必要なもの、それはお前。